昨年お伝えしました NPO 団体設立に関しましても、先月沖縄県からの承認を得まして、NPO 法人一駅786として法務局の登記も、16日に、完了しました。無事設立に至りました。今後はまた、法務局からの承認書をはじめ、税務署等への諸手続きに入っていきたいというふうに考えております。まあ、地域の皆さんとともに、情報共有こそが使命でですね、15年前に出資いただいた、株主の皆さんの思いを抱きながら、10年先を見据えた、中長期計画として、放送事業のみならず文化的事業を牽引できる法人にしていきたいと思っております。これからも皆様のご理解とご指導を引き続きご協力をお願いしたいと思います。第14期の定時株主総会、本当にありがとうございます。今、先ほど取締役会を開催しまして、引き続きこの14期2か年も代表取締役社長をお受けすることになりました。改めて、2年間またよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。